6 6 0 0ボルト変電設備の暖炉機開閉は右側のアームにつながったテコに絶縁棒を差し込んで行う。構造はシンプルなナイフスイッチと何ら変わりない。遮断機を引き外さないまま操作すれば事故につながる。400KV 暖炉機の開閉操作中にアークが発生している様子。無電流であっても片側は周囲の活線から影響を受けて数千ボルトに帯電しているため、 一瞬アークが生じる。暖炉機は電力回路の無負荷時の電圧を開閉する電力機器である。基本的に電流の開閉はできない。一部の暖炉機には変圧器の0時電流や回路の充電電流程度の電流であれば開閉可能なものがある。一般的に開閉機の二次側直近に設置され、これの点検、整備、あるいは修理、改造工事などの際に、 下流側を無電圧にする目的で使用する。通称は DS もしくはディスコン、ディスコンと言われる。暖炉機での電流の開閉は重大電気事故となるため、以下の手順で保安操作を行う。このような事故を防止するため、電気学会が定めるチェック規格において、暖炉機と遮断機にはインターロック回路を設け、遮断機を入れたまま暖炉機を切ることができないようにする。 ことが定められている。特別高圧回線では切り離した回線であっても、隣接する活線から電磁誘導や静電誘導を受けているため、数千ボルトに充電されていることがあり、作業者がこれに触れて死亡したケースがある。そのため、停電作業時には遮断機、暖炉機を切って、検電を行った後、アースボ等の設置用具で設置を確実に行う必要がある。 電気設備技術基準国際会委員会 IEC61936 から1改定版の解説経済産業省 P462017 年2月17日閲覧核送電線誘導対策株式会社工学気象研究所2017年2月16日閲覧職場の安全サイト労働災害事例厚生労働省 2017年2月16日へ閲覧、ありがとうございます。